本格的にね、ちょっと今ね、今さっきね、コブハクションのとこ寄ってたんだけどね、ちょっとね、道聞いたはいいんだけど、県道になっちゃったな。歩道あるかなと思ったんだけど、ちょっと歩道ないんで、ちょっとこの道路は比較的ちょっと避けたい。ああ、歩道がある道路に早く行きたい。いやいやいや、でもね、ここはまだね、田舎の方なんで、そんなにね、車の通りはそんなないんですけどね、ちょっとね、早く歩道があるところに逃げたいなとかって思ってます。これどっち？後ろから風吹いてるってことは今日西風だから、これ何、どういうことこれ、どこ、いや左行こう、どこここ、どこ、マジで全然わかんない、あれ前の前の学校かな、あれ、どこ、帰りもこれどうやって帰ったらいいかわかんなくなっちゃった、マジどこここ、あれこれ学校じゃねえな、これ、あーデイサービスかなんかだな、これ学校かと思った、どういうことこれ、マジでどこ走ってるかわかんなくなっちゃった、一応ね、青缶ではね、右側柏ってこれなってますけどね、もうすでにこれ柏市なんですよね、ていうか疲れた、俺よくここまで来たな、さすがにちょっと利根川より辛いなこれ、いやいや、もうとっくにね、柏市はね入ってたんだけどね、柏の方ね着いたんだけど、ダメだ、息切れし、あのね、相変わらずね、ちょっとね、向かい風食らってるんだけど、いや、それはいいんだけど、今ね、2時50分なんですよ。で、出発からここまで1時間半かかってるんですね。だからちょっとね、日没がちょっと怖いなと思って、ちょっと今から折り返すことにしました。で、この字にね、これ、向こう側からこの字にまた元に戻れるんで、ね、ちょっとこの字に戻りたいと思います。ダメだ、すげえ行きやがる、いや今2時50、今これもこの字になってるから、あちょうどダートだ、あちょうどいい、これファットタイヤだから、いやそんなことで、いや結構時間かかったな、もうちょっとね本格的にね、ちょっともうちょっとね奥まって柏行きたかったんですって、ちなみにねこっちがね16号ですね、ちょっとわかるかな、もう今16号まで来ちゃった、いやちょっと息が、これね一応16号なんですよ、あれ今車いっぱい走ってると思うんですけど、ただねここまで1時間半、下手すと2時間ぐらいかかったな、ここまで片道、ちょっと今2時50分、3時50、4時50、あーちょっとこれこれね、この自転車ライト備えてないからちょっと日没怖いな、ただ後ろのやつだけはつけたんだよね、あの赤い赤灯がチカ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 立つやつだけは買ってつけたんですよ、暗くなったらそれつけるしかないな、ちょっと日没が怖いんでちょっと折り返します、今折り返してます、いやここまで時間かかるとまだあった、
です。